ネクストチャレンジ。具志堅用高ネクストチャレンジ始まりますよ。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。具志堅さん、はい、今回も引き続き4月9日の試合について振り返りたいと思います。はい。その前に具志堅さん、日曜日テレビ見ました。ガッツさんと和島さんと、うん、見ました。面白かったです。面白いね。もうぐちゃぐちゃだろ。全部意見が合わないじゃん。そうですね。ね、個性派のお三方、うん。ぐちゃぐちゃだった。だけど面白かったでしょうね。はい。昔のやっぱりね。そうですね。具志堅さんがなかなか年上の方と共演するっていうのも珍しくなってきたんじゃないですか。ガッツさん、和島さん、いや、相性合うんですよ。はい。ちょうど私がプロデビューした頃の先輩たちだから。和島さんが1ラウンドなら井上チャンピオンとやれるというふうにもう80近くになられるのに、だからまだやっぱ自分は強いんだと、はい、自分はやっぱりボクシングのチャンピオンだったんだと、はい、そういう気持ちみんな持ってるんですよ、ボクサーっていうのは。考え的にはめちゃくちゃかっこいいことですよね、うん、そう思ってるっていうそのハートはすごいです、はい、またぜひこの YouTube でも2回目のジェンガをいやあ、言ってました、はい、紹介されてました。あ、そう、あれだからビデオ見たいとか言っとったんですよね、はい、いやもう両手使ってやってんだねテレビでもネクストチャレンジが紹介されてありがとうございます。いや本当に嬉しいよね、はい、うん、すいません、話はちょっと脱線してしまったんですが、はいはい、今回は、村田チャンピオンの試合に続き、うん、セミファイナルだったネクスト井上尚弥と言われる中谷潤人選手の試合について振り返りたいと思います。あれ俺前も言ったじゃないですか、今日本国内は軽量級のナンバーワンだよと、うん、あの小さい時からボクシングをやっててプロになってね、今23連勝か無敗で、はい、素晴らしいよね。でこれがチャンピオンになって国内での、そうですね、2回目の防衛戦、うん、が社会チャンピオンになって日本での防衛戦だよね、うん、具志堅さんの予想通り中谷選手の TKO 勝利と、うん、はい、この試合率直にいかがでしたか。そうね、相手もやっぱアマチュアのキャリアはあるんだけど、やはりやっぱり世界戦というかプロの戦力はまだまだやっぱり世界挑戦するキャリアじゃない、なかったな、うん、だからあまりにも中谷チャンピオンがもうダントツ強く見えたんだな、うん、実際に強いけどちょっとね力みと荒っぽかった。僕は会場で見ていてかなり完成度の高い試合をしていたかなと思ったんですが、具志堅さん的には本来の力を出せてない、出しすぎてボクシングっていうのがちょっと荒っぽくなった、本人も分かってると思うんですよね、この力みとガード角度、そういうところがちょっといつもと違って荒っぽくやっていたかなって感じだね。だからアメリカでやった時は自分の距離で戦っていったんじゃないですか、無理して接近戦しなくてもいいんじゃないですか、もっとしっかりしたガードから打っていけば自分も打たれないで済むと思うんですけど、だから僕は思うけど、やっぱりあのなんていうの、この間までやってたパキオの試合を見て真似やればいいじゃないですか、パキオの真似もしてるんだけどストレートからいきなりアッパー打ったりやってますからね、これパキオの真似もしてると思うんですよ。だけどパキオはしっかりしたボクシングやるんじゃないですか、ガード固めてロングとショートのパンチを打ち分けることもできるんじゃない、だから何回級も制覇できるんですよ、中谷選手はできるから、やっぱこの運動神経というか、だからそういうのも今後やっぱりいろいろやっていけば真似してね、うん、元チャンピオンなんかは試合を見て感じることはいっぱいあると思うんですけど、一つは俺も感じたことはスタンスが広すぎる。あ、それは僕も思いました。パッキョー直接会ってないけど俺の写真なんか見て、具志堅はなんでこのスタンスが広いかってなんか言ってたらしいよね、うん、僕も広い方だったけどやっぱり狭くするほどまた動きが良くなるから、右回り左回りができるから、中谷チャンピオンのこの広いスタンスは前後しかできないわけなんだ、サイドのステップ踏もうと思ったらもっと小さくして回っていかないと、はい、スタンスが広い理由としては、はい、その分力強いパンチが打てるってことですか。安定感はあるんですよ、安定感あるけど届くまでは大変だと思うんだけどね、うん、中谷選手スタンスが広いので、まあ、身長は高いんですが、うん、山内選手より目線は低かったかなと思ったので、うん、落としてるからね、はい、うん、だけどやっぱりあのパンチが大きいじゃないですか、下から入って相手から見づらいと思うんだけど、
だけどやっぱりもっと目のこうすごい選手なんかいますから、打ってくる瞬間にカウンターを打ったりしますからね、パンチを。でガード下がってるところすぐ打ち込んできますからね、向こうの選手は。だからみんなやっぱりボクシング一番教えるのにはまずガードから教えるんですよね。それもしっかりキープした方がいいと思うんだけど、だけどやっぱり日本っていうところで試合来てますから、やっぱりどうしてもテンション上がるんですよ。うん、完璧な勝利かなと思いきや、うん、内健さん的にはまだまだ改善してまだまだ強くなれる。なるなる、やっぱり強いサスポーの選手のいいところを見て真似やればいいじゃないですか。うん、中谷選手まだまだ強くなり、それでパッキャオのように階級の、はい、4階級5階級制覇目指してほしいですね。はい、はい、具志堅さんもう一試合いいですか。はい、セミセミの吉野さん VS 伊藤さん、ね、はい、はい、これはまあアジアのベルトをかけた対決だったんですが、うん、この試合いかがでしたか。面白かったね。世界タイトルマッチじゃなかったけどメインまでの試合の中でもやっぱり面白かったんじゃないですか。はい、面白かったですね。ね、はい、会場は面白かったんじゃないかな。やはりこの試合から一つ温度が上がったでしょう。はい、テレビで見とってもやっぱり意地の戦いだったな2人。やっぱり一戦だからこの試合どうしても勝ちたいっていうのが2人試合に出ていたね。はい、吉野さんは、まあ、無敗でここまで来ていて、はい、さらにこのネクストチャレンジも出ていただいて、吉野さんの出来からまず聞きたいんですが、いかがでしたか。ね、いろいろこのコロナでリズムっていうかね、感覚がちょっとね、いろいろ空いたと思うんだけどね、うん、いつものだから前半の立ち上がりは、硬かったですよ。はい、徐々にやっぱ気合を入れてね、本来 あのボクシングはしましたけどね、うん、力強いんですよ、吉野っていう選手は。ライト級でもやっぱパワーがあるんですよね、本当に。これは何回も解説したことあるけどね、目の前で一発のパンチの破壊力はすごく持ってるんですよ。でボクシング の当て方って言うんだけど、パンチの当て方がうまいね。うん、試合の流れは吉野チャンピオンのペースになったね。うん、伊藤選手も悪くないよ。ここね、2回ぐらい負けたかな、世界取られて。そうですね、2連敗して、相当、不安は持ってきたと思うんだけど、吉野戦でまたギア入れて相当に練習したと思うよ。動きが良かったもん。最初の、まあ、4ラウンドぐらいは伊藤選手の方がスピードで勝ってた。そう、うん、で5ラウンドからやっぱり、まあ、ちょっとまだいろいろボクシングが変わってきたけどね、うん、だけどお互いやっぱりよく手を出てた。うん、伊藤さんもやっぱ動きは良かったな。だけどあれバッティングの目を切った時にあれからちょっとね不利になったね。はい、最初のドクターチェックからちょっとおかしかった。吉野がやっぱりすごく動きが良くなってね、うん、少しあの僕は会場で見ていてフィジカルの差もあったかなと思ったんですが、うん、吉野チャンピオンはずっとライト級 で、うん、で伊藤チャンピオンは一つ下の階級から上げてきてるという中で、上げてきたですね、はい、ちょっと少し終盤にかけてフィジカルの差も出たかなと思ったんですが、うん、パワーはやっぱり吉野の方が上だったかな。本当にやっぱりライト級ぐらいの力持ってたね。そしてまあこの試合は、まあ、最後ちょっと負傷判定という形で11ラウンドで終わったんですが、吉野チャンピオンの勝利ということでですね。だけど止めた11ラウンドのまで採点入るけど、やっぱり2ポイントだよ私の採点は。かなり接戦、うん、76対74かな、うん、本当に接戦だったよ、うん、それぐらい見応えのある試合だったんですが、はい、まあ、この試合始まる前から日本人サバイバルと言われていて、勝った方がアメリカというふうに言われてた試合なんですが、うん、まあ、ズバリ吉野チャンピオンなんですが、はい、世界取れると思いますか。これやってみないと分からない。吉野チャンピオンの右ストレート期待してるし、強いパンチ力を持ってますよ一発の、はい、ありがとうございます、うん、ということで、はい、まあ、今回4月9日村田チャンピオン以外にもかなり熱い試合が2試合行われました。はい、何十年ね世界タイトルを見てきたけど面白いカードだったね。メインがメインだからやっぱ最高でしたねあれ。はい、はい、またね6月もありますからね、国内でも最高のやっぱ試合が。ぜひ具志堅用高ネクストチャレンジも登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。